人間、現代人ですけど、あの肉体の死は全ての人が意識する、意識できていると思うんですが、まあ、霊的な死を意識できていないように思うんですが、なぜそのようなことが起こりうるのかということについて、あの生まれた初め、あるいはもっと前に母親の体内にいる時から現在が入ってるんですよね。人間の細胞の全ての細胞に現在が入っている。でそこから卵子と精子が作られて、で爪のある、まあ、あの受精卵ができて、で爪のある胎児になり赤ちゃんとして生まれてくる。だから初めから死んでるから、それを死んでるとか死んでないとか大体分かんないわけです。初めから死んでいるので。だけど肉体というのは生きている状態からいろんな変化をたどっていく、あの自分がいつまでも同じではないということを知るわけですよね。で、ある年齢になれば、あの成長ではなくって老化の始まりだということを感じるところまで、一切合切を体験して体験的に学んで、そして死を迎えるんですよね。だからその霊の死と肉体の死はもう基本的に違うということだろうと思います。人はあの人が死ぬという場合に、まあ、肉体が、まあ、死んだということはこのように確実に、まあ、確認できるというか、でアダムの場合は、まあ、逆に、一番真っ先に感じたのは霊的魂の死、まあ、霊魂の死を感じて一番大事なものを、まあ、失ったというか大きな変化を感じて、その後に肉体の死の、まあ、現実をこう感じていくという、今私たちはその、まあ、その逆というか、肉体の死は明らかに意識するけれども、逆に霊的死の状態であるということに、まあ、気づかないで生きているという、まあ、一番最も大事なあのその命について死の状態にあるんだという自覚を持たないままで、いるということ、まあ、それと神様を求めないということと何か関連というかするのかなと思うんですけど、あの霊的に死んでたらね、少なくとも創造主である真の神様のことは全く知らないわけですよ、うん、だからあの何か感じるとしたらそれがあるということを知っていて初めて感じることであってね、のまあそういう状態であると。ところがね、人間あのクリスチャンであるかないか、異教の何か神々を信じてるか別にして、みんな心の中に空洞を抱えてるんですよ。でだから何か超自然的なもの、自分が頼れるものを探し求める。でそれは実は神様からいただいたご性質でもあるんですけれどもね。でそういう性質をいただいているので、で何かこう超自然なものを求めたり力あるものを求めたり、なんか本当に頼りたいという心はみんな持ってるんですよ。でそれをどこに求めるかで、本当に早くに真の神様との出会いがあったら本当に幸せですけども、実はあの私たちの身の回りにはその異教の神々、悪魔の神々がいっぱいいるんですよね。だからやっぱりそこからの誘惑に負けてしまう。だから変な宗教に取り憑かれたり、から実は、まあ、先進国では自然科学なんですよね。
自然科学、あるいは学問、あるいは音楽、芸術、そういったものの魅力っていうのは絶大なんですよ。でそれは知的な欲求を望める心、あるいは芸術できたものに魅力を感じるような神のご性質をいただいてるんです、初めからね。だからなんかそういうものに魅力を感じて、である人は音楽に没頭して、でそういう才能をくださった神様のことは忘れている。科学者もね、科学に没頭している。で超自然なものは全部否定してるんだと科学者は本気で信じてます。でも自然科学という研究の分野に本当に精魂込めて打ち込んでいるんですよ。で私は科学信仰というんですけどもね、そういうものに没頭するという、そういうなんか本当に素晴らしいものとして作られた人間ですから、そういうものに没頭する。でまあ運の悪い人というか、どっちが運が悪いか分かんないですけど、妙なね、恐ろしい異教の神に引っかかってしまった人は身を滅ぼすようなことさえしでかすようなことが起こってますよね。でだからまあそういう世界に生きているので、本当に自分の中のこう空洞を何かで満たそうという欲求は必ずあるので、そういう状態になっているということですよね。でまあついでのことに言うと、じゃあ魂はどうなのと、これも初めから死んでるんですよね、創世記から分かるように。でそれもまあ罪のない状態のその魂っていうのはやっぱり知らないんですよ。だから人間的にちょっといいなと思ったり、人に親切を施すとかいろんなことをするのはそれも人間のうちなんですよね。うん、ただ神様の力が上から働いたら本当に魂が生き返って、人に親切をしてあげるなんて思わなくなる。要は自分も同じ神の子、そして他の人もそれを神を知らなくても知っててもみんな神様の作品だということを悟るので、自分を見る目、人を見る目が変わってくるんですよね。それはもうクリスチャンならほとんどの人が知ってるはずで、でまあ救われる前、イエス様と出会う前の自分と今の自分と比べたら、今の自分ももう本当に不完全ではあるけれども、でもそういうところの違いというのをやっぱりクリスチャンなら認識してるかなと思います。だからやっぱり魂も蘇るのがイエス様と出会うと、神を知るということだろうと思います。